皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、ちょっとだけよ。では、一つのコマンドや操作に関することをご紹介しています。今回のお題は、列のマージ。複数列を組み合わせてできること。では、早速始めましょう。列のマージコマンド。 列のマージコマンドは変換タブにある選択されている複数の列を連結して一つの列にする列のマージと列の追加タブにある選択されている複数の列を連結した新しい列を作る列のマージがあります元のデータが不要な場合は変換タブの列のマージを使い 元のデータが必要な場合のみ、列の追加タブの列のマージを使ってください。現在の列をマージするか、マージした新しい列を作るかがタブによって違いますが、列のマージダイアログ自体は共通です。コマンドをクリックすると、列のマージダイアログが開きます。このダイアログでは、新しい列名を指定できます。 デフォルトでは結合済みと設定されているので名前を変更することをお勧めします。このダイアログで指定できる最大のポイントが区切り記号の指定です。そうなんです。マージする列と列の間にここで指定する記号を挿入できるのです。これが便利なんです。当然、なしを選択すれば 記号なしでマージできます。リストには、コロン、カンマなどの記号が並んでいるのと、リストの最後のカスタムを選択すると、テキストボックスが表示され、ここに自由に文字を含む記号を指定できます。それも、1文字ではなく、複数文字も指定可能なんです。さあ、皆さん、何に使いましょうか どんな時に使うの表示データのような8桁のテキストは、列の型を日付型に変更するだけで、簡単に日付型に変更できます。しかし、表示データのような8桁の数値は、列の型を日付型に変更しても、日付型に変更することはできません。 ここで、列のマージの登場ですか残念、ここでは登場しません。なぜなら、皆さん、先ほど、8桁のテキストは、日付型に変換できたでしょもう、お忘れですかつまり、数値型の列を一旦、列の型コマンドでテキスト型に、変換して、 abc のアイコンをクリックして、表示されるメニューから日付をクリックします。先ほど一度列の型を変更しているので、列タイプの変更ダイアログが表示されます。ここがミソです。ここでは新規手順の追加ボタンをクリックするんです。そうすることで先ほどテキストに変換したステップはそのままに。 テキストを日付に変換する新しいステップが追加されるんです。その結果、正しく日付型に変換されました。やっと本題です。今回のデータは、年と月と日が別々の列に分かれていて、しかも年は4桁ですが、月と日は1桁と2桁が混ざっています。この3列をつなげても、 8桁にはならないので、えーと、月と日の列をゼロパディングして、2桁に揃えて、ちょっと待ってください。そんなことしなくても大丈夫です。列のマージで、区切り記号に、スラッシュを指定してマージすれば、ほら、どこかで見たことあるでしょこれで、列の型を、 日付型に変更すれば、ほら、日付型になりました。年と月と日の間にスラッシュが入っていれば、月と日の桁数が二桁でなくても、日付型に変更できるんですね。と、いうことは日付ができるんですから、時刻もできますよね。こんなデータを取得して、 時間と分の列を選択して変換タブのテキストの列グループの列のマージをクリックして列のマージダイアログで区切り記号からコロンを選択して新しい列名に時刻を入力して OK をクリック2つの列をコロンでつなげて列の型の ABC アイコンをクリックして メニューから時刻をクリックすれば、時刻型の列に変換できました。もしかしたら、こんな、24時間以上の時間列と分の列をマージして、期間型の列に変換すれば、24時間以上の分は日に繰り上げて、残念、エラーでした。せっかくなので、頑張って、 期間型の列に変換してみましょう。まずは、このテーブルを取得するクエリを作ります。H 列を24時間以上の日と時間に分ける必要があるので、H 列を選択して、列の追加タブをクリックします。数値からのグループにある、標準をクリックします。展開されるメニューから、 除算・整数をクリックします。整数除算ダイアログが表示されるので、値のテキストボックスに24を入力して、OK ボタンをクリックします。整数除算列が追加されました。数式バーの赤枠の整数除算を日数に書き換えて、Enter キーで確定しましょう。次に H 列を、 日数を除いた時間にしたいので、H 列を選択して、変換タブをクリックしてください。数値の列グループの標準をクリックします。展開されるメニューから、乗用をクリックします。乗用ダイアログが表示されるので、値のテキストボックスに24を入力して、OK をクリックします。 H 列から日付を除いた時間だけの列になりました。次に時刻列を作るために H 列と M 列を選択してテキストの列グループの列のマージをクリックします。列のマージダイアログが表示されるので区切り記号からコロンを選択して新しい列名に時刻と入力して OK ボタンをクリックしてください。時刻列ができたので、日付列とマージしたいと思うのですが、現在、2つの列がすでに選択されていますが、どちらが先に選択されているかがわかりませんので、日数列を選択してから、コントロールキーを押したまま、時刻列を選択して、日数列、時刻列の順番で選択します。 テキストの列グループの列のマージをクリックしてください。列のマージダイアログが表示されるので、区切り記号からカスタムを選択して、追加されるテキストボックスにドットを入力して、新しい列名には日時と入力して、OK ボタンをクリックしてください。日時列の ABC アイコンをクリックして、 展開されるメニューから期間をクリックします。これで期間型の列に正しく変換できましたね。フォルダーからの機能を使うと、フォルダー内のファイル一覧を作ることもできます。このソースのネーム列とフォルダーパス列をマージすると、フルパス列を作成できます。実際にやってみましょう。 デスクトップにフォルダーを作って、エクセルブックを何個か保存してみてください。フォルダーからの機能でフォルダーを取得した状態です。ホームタブの列の管理グループにある、列の選択アイコンをクリックします。文字の部分ではなく、アイコンをクリックしてくださいね。列の選択ダイアログが表示されるので、 すべての列の選択のチェックを外します。必要な列である、コンテント列とネーム列とフォルダーパス列に、チェックを入れて、OK ボタンをクリックしてください。フォルダーパス列とネーム列をマージして、フルパス列を作りたいと思います。この時大切なことは、列を選択する順番です。 まず、先頭になる、フォルダーパスを選択します。次に、コントロールキーを押しながら、ネーム列を選択して、変換タブをクリックします。テキストの列グループの、列のマージをクリックします。列のマージダイアログが表示されます。フォルダーパスの最後には、バックスラッシュが表示されているので、 ネーム列をマージするのに、区切り記号は必要ないので、今回は、なしのまま変更しません。新しい列名は、フルパスに変更してください。列名を変更したら、OK をクリックします。フォルダーパス列とネーム列をマージしたフルパス列が作成されました。テキスト型の列のデータに、 数字以外の文字が含まれていないか調べたいこれ、バリュー関数で数値に変換すれば、数字以外の文字が含まれていれば、エラーになるから列のマージなんていらない、と思った、あなた。残念、エラーにならないパターンが存在します。でも、数値に変換してエラーになる。 という考え方は使えそうですね。先ほどのテキストデータのテーブルを取得するクエリを作ってみました。適用したステップの変更された方のステップは今回は不要なので、ステップの前のバツをクリックして、ステップを削除してください。次に、ホームタブの変換グループにある、列の分割をクリックします。 展開されるメニューから、文字数による分割をクリックします。文字数による列の分割ダイアログが表示されるので、文字数のテキストボックスに1を入力して、詳細設定オプションをクリックします。分割後の列数が正しく6に変更されているか確認してください。変更されていない場合は、 6に変更してください。OK ボタンをクリックして、列の分割を実行します。テキストが1文字ずつの列に分割されましたので、Shift キーを押しながら、テキスト6列をクリックして、すべての列を選択してください。適当な列の見出しの上で、右クリックします。展開されるメニューから、 型の変更、整数とクリックします。先ほど列の分割を行った際にパワークエリエディターが変更された型のステップを追加しているので列タイプの変更ダイアログが表示されます。ここでは先ほどの列の型の変更を修正したいので現在のもの落ち感をクリックします。すると 文字のセルはエラーになりました。察しのいい方ならもうわかりましたよねそうです。このすべての列をマージするんです。変換タブをクリックして、列のマージをクリックすると、列のマージダイアログが表示されるので、今回はそのまま OK をクリックしましょう。ということで、 一行目だけが全て数字ということが判定できました。皆さんのアイデア次第でいろいろなことに使えますね。いかがでしたかお役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。